なじみ無言のヤス。ヤスさん、ショートール対決いいですか。いい。D1 だ話した。社長。はいよ。ショートール対決いいですか。少年社長。フクピー。それでフクピーってこの前すげえ呼ばれたんだからやめて。自分が勝手に呼んで。さあ、何やですか。177東千葉カントリークラブ7番。7番で、はい。飛ぶな。おい、いいショット。ちょいグリーン右か。あ、いや、バンカー入っちゃった。ちょっと左、うん、当たったね。いいショットだったね。今ちょっと新しい理論を開発してまして。いいよいいよ、ここへ出してこ。ここへ出してこ。まだちょっとね、全貌は言えないんだけど、ちょっとね、ちゃんとまとめないとね。うん、まとまってんだけど、俺は本にするから。俺はまとまってんだよ。俺はまとまってないんで。本出すんだから。本出す、楽しみにしてます。うん、7番やって。はい、あ、ちょっと左だ。動揺した。でも、うん、ラフだね。社長はハンデとして前から。はい、元気ない。社長、スイッチ入れてくださいよ。よし、フクピースイッチ入れてください。フクピーさん、お世話になってます。今日はチーム正殿でね、ラウンドということで、はい、チーム正殿の秘密特訓ラウンド、はい、6番ユーティリティの方で、6ユーゲロンディ、モーティーさんいいですね。ここから、はいはい、いいっす。おお、ナイス。おお、あー、ちょっとオーバー。でもピン当たるかと思った。露骨な接待は逆だから。いや、でも本当にガシャンってなるかと思った。いや、僕らで今サムネ、サムネ、今新しい理論を、あ、本当ですか、開発してて、商店として匂わせだけします。そうそう、え、行きますか、うん、せーの。いやいや、まあまあ、これきっちり揃うのやめよう。察しのいい方はこれでお分かりいただけると思う。これサムネやん、今、うん、これがもうこの理論の全てですよね、正直。なるほど、それしかやってない、うん、これしかやってない。あ、そういうことですか。教えてもらっていいですか、俺にも。まあまあ、そのちゃんと時が来たら、うん、あ、本当ですか、うん、なんか2人でそういう悪巧みをしてるわけですね。いや、悪巧みっていうか、普通に、まあまあ、世の中のゴルフのためになるようなことをね。変わる、これで、うん、これを機に、これを機に、あ、変わりますよ、世の中のゴルフ。これが変わる、これ5、これ善になる。そうそうそう、で、待って待って、これ勝負目的じゃなくて、そのそのことを話すのが目的の動画になってますね。まあそうそう、これ、まあまあ、もうこれの、まあ告知動画です。もうムービーだから、うん、そうっすよ、ね、ガッツシコを、はい、生命させていただきます、はい、楽しみにしててください。わかりました。ヤスさん2打目、あ、やっちゃってる、やっちゃってる、見えちゃって、見えちゃって、まだちゃんとまだ発表前ですもんね、情報解禁日まだですもんね。佐藤、優しくなったね。待て待て、なんかおかしくなってるって。だってもうやすくん、もともとあれはバンカーはできてんだから、うんうん、誇張しすぎて。いや、まあ研究の最中だからさ、しょうがないよね。ちょっと60分。ほう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 、いい球打ちましたね。
やってるな、やってるな、やってるな。あ、やばい、貴族病出た、貴族病。セルフの時にパターを持っていかないという。ね、ちょっと待ってくださいね。あの、僕の2段目を映してくれる人がいないんで。ヤスさんさ、打っちゃえば。うん、はい。いいパター。はい、ヤスくん3段目。入れば。ほう。今日自分の車持ってこなかったんだよね。持ってるわけあって。持ってこなかったっていうとさ、すごい俺が怠慢なねえ。ナイス。やった？やりました。やめてよ。許可取った？許可とん取りました。はい、社長に取りました。あ、じゃあいいな。この辺早いんで。あ、そういうことですか。すぐ弁護士の味方につけるタイプ。俺何も言ってないのになんか。はい。あ、ちょっと切れたか。ちょっとパンチ入った。はい、ボギーパット。大きいですねこれ。入る。ダボでしょ。ナイス。パン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 。バディ。バディ。うわ、ナイス。ナイボ。抜け。抜け？やめてよ、それで全然違うんだからさ、言ってよ。ナイスパー。あー、そ、自分がいい時だけそうやって勝負のゴルフのチャンネルなのよ。勝負の手にして。分かった、じゃあ練習ラウンドの風景する？いや、そうよ。あ、そうだそうだったじゃん。そうなの。俺らそのつもりでずっとやってるから。なんだ、うん、そうだったの。また電車の音で2コロ目に続きます。お楽しみに。大丈夫ですか、最後にその宣伝しておかなくて。あ、いやいや、まだまだそういうローンチまでちょっと。あ、本当、うん、大丈夫ですか、社長。大丈夫、大丈夫ですか。社員募集です。あ、そうだそうだそうだ、社員募集中。ぜひよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いいたします。何か要望など、こういう企画をやってほしいとかいうのがありましたら、コメント欄または DM で、送ってください。待ってます。では。